茨城県道356号白里中線、白里町中西茨城県356号、白里中線は、茨城県東茨城郡白里町から、中市に至る建設中の一般県道である。なお、中西大橋の下にある河川ではジムニーと黒間をして楽しむこともできる。白里町麻酔から分岐し東方向へ向かい国道123号を連絡し、 中城まで結ぶ、水戸勝田都市圏北部の幹線道路に位置づけられている整備事業中の一般県道路線である。途中、中川を横断し、水戸市、岩根町と中城とを結ぶ橋梁、中西大橋がある。東茨城郡上北町と中郡中町の間を、短絡して結ぶ中川と下部の道路はなく、上流の千代橋や、 下流の国田大橋は交通渋滞が慢性化しており、さらに、日立中港や中西工業団地の発展によって、三戸市を中心とする近隣市町の連携が一層必要とされたため、中川を横断し、三戸市、岩根町と中町とを結ぶ橋梁の整備を含めた道路整備が不可欠となっていた。1996年4月1日、茨城県は、 道路法第七条の規定に基づき、起点を東茨城郡城北町、終点を中郡中町とする道路の新規路線として、城北中線を認定し、その後の本路線の道路整備が中町側から先行して進められ、一部が共用開始される。二千五年二月に起点がある城北町が、地方自治体の統廃合、いわゆる平成の大合併により自治体名を、 白里町へと変更されたことを受け、同年4月に路線名称を白里中線へと変更している。2014年10月22日に中川を渡過する中西大橋が完成し、現在は三戸ニュータウン内から石岡白里線までの道路建設の整備事業が続けられている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの 普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。